ガマ線は、愛知県西尾市のキラ吉田駅から同県ガマ市のがまゴ駅までを結ぶ名古屋鉄道の鉄道路線である。風光明媚な三河湾に沿って走る路線で、沿線には、片野原温泉、西の浦温泉、キラ温泉、愛知子もの国など温泉地やレジャー施設があり、潮干狩りや海水浴など、季節のレジャーも楽しむことができる。そのため、 かつては、犬山線や千田新線と並ぶ観光路線として、脚光を浴び、多数の本線直通特急が運転されていたが、レジャーの多様化や意識の変化による三河湾観光の衰退に伴い、通勤路線へと変貌していった。2008年6月29日のダイヤ改正で、西尾線との直通列車が消滅し、現在は、線内寄り開始のワンマン運転のみとなっている。 このように利用者数の激減や国道247号など、平行道路の整備状態が良好なこともあり、存続問題が浮上している。運賃計算区分は B。鉄道要欄による起点は、キラヨシダ駅だが、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、釜マ駅からキラヨシダ駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。また、キロポストは、 三河線からの数字を受け継いでおり、地流駅からの距離の表示となっている。前線が東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。2011年2月11日にサービスを開始した IC カードマナコは、蒲氷線三河鳥羽駅蒲氷駅間では導入されなかったため、 キラヨシを含まない利用はできない。マナコ導入に伴い、2012年2月29日、限りで、回数券が廃止されたが、釜マ尖閣駅総合館には2012年3月1日から、釜マゴ線回数切符中という回数券が、販売されている。もともとは、三河鉄道の釜マ方面延長線として、建設された路線で、 同社が名古屋鉄道に合併された直後はこの区間も三河線として扱われていた。また三河鉄道は三河戸麦駅までを1500ボルト電化で開業させていたものの残る三河戸麦駅がまごうり駅間は資金不足により非電化で延伸したため同区間が電化されるまでは三河戸麦駅で乗り換えを余儀なくされた。 西尾線の吉良吉田駅と三河線の三河吉田駅とが1943年2月に統合されると三河吉田駅三河鳥羽駅間の電圧が600ボルトに高圧され同じく600ボルト電化の西尾線と直通運転を行うようになった1946年10月に三河鳥羽駅東はず駅間1947年4月に 東はず駅がまごおり駅間が600ボルト電化され、1948年5月16日のダイヤ改正で、三河吉田駅がまごおり駅間は、がまごおり線として、三河線から分離した。その後、1500ボルトへの昇圧の過程で一時的に、三河線直通運転に戻った時期があるものの、西洋線が1500ボルトに昇圧されてからは再び、同線直通運転に戻った。 以後、2004年の三河線末端部廃止、2008年の直通運転全廃に至るまで、列車は西尾線への直通が主体であった。1958年には三河湾が国定公園に指定されるなど、1950年代後半から三河湾沿岸の観光開発が盛んになり、名鉄は蒲氷線を三河湾観光路線と位置付けるようになった。 1965年9月15日のダイヤ改正で、蒲氷線にも本線直通の定期特急が設定され、最盛期には日中毎時2本の特急が乗り入れていた。そのため、名鉄はさらなる増発に備えて蒲氷線の複線化を計画し、1970年には認可も受けていた。しかし、日本国内各地にできた新しいテーマパークなどとの競合で、 三河湾観光の衰退が顕著になると、名鉄も、うさぎ島などを閉園するなど、蒲氷線沿線の観光事業から撤退した。周辺道路網の整備によってもともと高かった、沿線地域の自動車普及率がさらに高まり、鉄道利用率は低かった。また鉄道においても蒲氷線経由より、ルートが短く、伏線で線形が良い、東海道線が1980年代後半の、 国鉄末期から始まる名古屋近郊区間のダイヤ拡充で優勢となっていた。東海旅客鉄道発足後は特別快速や新快速などの投入で所要時間の差がさらに広がったほか、それまで蒲氷協定場への主要な交通アクセスを担っていた蒲氷協定場前駅の真横に三河塩津駅が開業したことにより、協定場利用客には 東海道線を利用するという選択肢が増えた。1日平均乗車人員の推移1997年12月19日、名鉄の美ノ浦総吉社長は、定例記者会見の席で、不採算路線の整理、東廃合を、関係自治体と協議したいと発言し、谷組線や八王津線などとともに、西尾線、蒲郡線の西尾木良吉田蒲郡間が、廃止検討路線の候補に挙げられた。 その後ワンマン運転導入や途中駅の無人駅化などの合理化が行われたが、依然として利用客の減少に歯止めがかからない状況が続いていたため、2005年12月20日には、名鉄の要請で、西沖良吉田蒲氷間の利用促進と経費節減を図る目的とする、沿線の西二町と名鉄で構成された、名鉄西を蒲氷線対策協議会が設立された。 協議会で、名鉄は、ワンマン運転で、蒲氷線と一体的に運用されている、西洋線内二駅が、新システム用の自動改札機導入に伴い、設置費用面から、維持困難のため廃止の方向であるとし、その後に根拠として、1日の乗降客数が300人に満たない、市街地以外の駅という条件を公表した。この具体的数値を示す手法は、 釜マ線に対しても行われ、バスへの転換等を検討する指標である、輸送密度の目安が4000人、日であるのに対し、釜マゴ線は2857人、日であると廃線を強く匂わせたが、これに対し沿線自治体側は、名鉄の公共交通機関としての責任などを訴え、存続を要望した。この中で、ガマ線の均一性運賃や、 サイクルトレインの導入も検討され、実際に2007年3月1日から5月31日までの間、西尾線福知駅蒲氷線蒲氷、協定場前駅の各駅で、サイクルトレインの試験運用が実施された。2007年度の乗車人員は、過去最低の292万7000人となり、名鉄は2008年3月に、西尾線、蒲氷線の西尾木吉田蒲氷間の、 利用活性化策を同年末までに沿線の西尾市、平町、は津町、かま市に対して示すように求めた。名鉄からは大量輸送機関として鉄道の特性が発揮できないほどに利用者が少ない企業努力はすでに限界を超えているという会社の認識が示された。また全線に拡充を進めていた磁気式乗車カードシステムトランパスを ガマリ線三河飛ば駅ガマゴ駅間には導入しないことが2008年度の設備投資計画で発表された。後に導入された IC カード乗車券マナコも当該区間は対象外となっている。2009年9月に開催された第6回対策協議会からは愛知県も参加するようになった。また2010年11月開催の第8回対策協議会では 以下の取り決めがなされた。この決定により、西尾市と鎌郡市は年間で2億5000万円の支援金を捻出し、愛知県は漁師に対し年間計8300万円の補助を行った。2013年度以降の対策については、第12回対策協議会で検討され、2013年度以降も引き続き沿線の西が経費を補填した上で、 運行を継続していくことになった。現在はその後の協議により2025年度までの自治体支援による路線存続が決定している。西尾駅・き釜氷駅間の2017年度の区間収支は収入3.9億円、支出11.6億円で赤字額は7.7億円となっている。 6000系ワンマン編成のダイソーで入選した6800系2008年6月29日改正以降は終日ワンマン運転で毎時2本運転されている。ワンマン改造された6000系2両編成3本で運用され、昼間は三河戸馬駅と西の浦駅で上下列車がすれ違う。島式ホームの駅のうちすれ違う駅以外では 運転士が確認を呼びワンマン操作を容易にできるよう、右側通行で進行方向左側のドアから旅客の乗降を行っている。船内の所要時分は28から30分である。ガマゴーリ線ではワンマン運転対応編成が検査で入場した場合は予備車両がないため車掌が乗務した6800系や6000系の二両編成が充当され、車両は約3日。 程度を、蒲氷線を走行した後本線の運用となる。1998年4月6日改正から2008年6月29日改正までは、西尾駅キ吉田駅蒲氷駅間のワンマン運転で、朝と夜の一部に新安城駅発着列車や名古屋、本線直通列車が設定されていた。2005年1月29日改正までは、蒲氷線内にも、特急と、 急行が存在していた。昭和の頃には昼間にも名古屋本線直通の特急が運転されており、主に7000系パノラマカーが使用されていた。廃止直前の特急は8800系パノラマデラックスによる3両編成で1往復のみ運転されていた。また、1998年4月6日改正までは昼間に釜堀駅津島線方面間に 毎時一往復の直通列車が運転されていた。2005年1月29日改正直前の停車駅は、特急、急行とも同じで、平吉田駅、西初駅、東初駅,駅、西野浦駅、片野原駅、蒲氷駅に停車していた。晩年の直通列車は、蒲氷線内はすべて普通列車として運行しており、新安城駅や西尾駅などで種別変更していた。 また、朝や夜には4両編成の列車も見られた。特に、始発の釜マゴ業は、平吉田駅2番線から発車する唯一の列車であった。6000系以外の原油車両で当線での定期運用の実績があるのは6500系、6800系、3100系で、2008年6月29日改正まで5300系、5700系、6500系、 6800系が主に朝と夜に乗り入れていた。なお、現用の特急車や3500系、3300系、などの4両編成のインバータ制御車、2代目5000系、などは当線で定期運用されたことはないが、2000系、ミュースカイ及び1800系は団体列車として当線に入線した実績がある。我慢合理線は全列車ワンマン運転である。 広見線の一部区間を除いた他の名鉄線のワンマン運転とは利用方法が異なり、車内に運賃箱を設置するなど、専用に改造された二両組成の6000系が使用される。広見線とは異なり、常時方向幕を使用しており、通常は系統版を使用しない。運転区間内の無人駅では乗車ドアと降車ドアは決められており、乗車は先頭車両の後ろドア。 校舎は、先頭車両の前ドアで、先頭車両の中ドアと後方車両のドアは開かないが、友人駅の我慢通駅、吉良吉田駅では、ホーム側の全部のドアが開く。各駅に設置されている自動券売機で、あらかじめ乗車券を購入し、無人駅で校舎する場合は、運転台近くの運賃箱に投入、または運転士に手渡す。すべての駅に、 自動券売機が設置されているため、路線バスや他社のワンマン対応車両に設置されている乗車整理券発行機や LCD 式運賃表示機はない。蒲氷駅で降車する場合は、改札口の駅員に手渡しし、平吉田駅で降車する場合や西尾線に乗り継ぐ場合は、降車駅の自動改札機に投入する。蒲氷線では2008年6月28日改正前まで、 ワンマン改造された6000系の後編成で、西尾駅、平吉田駅、蒲氷駅間のワンマン運転を行ってきたが、ワンマン運転区間が、平吉田駅、蒲氷駅間に短縮されたことで、余剰となり、新たにワンマン運転区間となった、広見線に一部編成が回された。マナコについては、蒲氷線三河戸場駅、蒲氷駅間のみでの利用はできない。また、 釜マ線内の自動券売機は、キラヨシ駅を除いて対応していない。ただし、キラヨシ駅を含む区間を利用する場合は、以下の手順による。マナコが導入されている、フレンドバスや名鉄バスの釜マ地区路線とは条件を満たせば、通常通り乗り継ぎ割引機が適用される。途中駅はすべて駅集中管理システム未対応の無人駅である。 ガマ駅と子供の国駅は高架化されている。名称は、廃止時のもの1969年の10、地上火事に最高速度時速 95km まで引き上げられたが、現行ダイヤでは運転速度が引き下げられている。その頃に建設、整備された子供の国駅や国道247号をまたぐ片野原駅三河鹿島駅間の高架には、伏線化用地も確保されている。 鎌谷駅と三河小木原駅。この二駅は2006年12月16日に廃止。世界デザイン博覧会開催に合わせた1989年7月15日ダイヤ改正で一時的に、釜凍線直通特急を減便したが、デザイン博終了後3往復に戻した。ワンマン運転の実施は1998年6月1日より、朝の285列車、 または305列車、夜の414列車、または404列車の各一本最終運行日の蒲氷駅のみは、翌日の改正に備えて1600系で運転された。蒲氷駅到着後は、平吉台駅へ改装。1984年頃まで一部の特急が、子供の国駅に特別停車していたことがある。蒲氷発の最終列車が、 キラヨシ止まりであり、同駅2番線に到着した後そのまま夜間退白し、翌朝に、先日の始発列車になっていた。ABCD 徳田光一、名古屋鉄道混弱、副市町、パノラマカーの公席交通新聞社、交通新聞写真書、2017年8月、96ページ。 ISBN 978から43億30819174列車運行に支障がある場合の取り扱い名古屋鉄道2014年10月16日閲覧ご利用いただけるエリアマナコ名鉄ミューエスカード名古屋鉄道トランパス対応 SF パノラマカード回数乗車券の発売及び利用終了のお知らせ名古屋鉄道 オリジナルの2010年12月20日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 1 2 2 0 0 8 1 4 1 5 h t t p w w w m e i t e t s u c o j p p r o f i l n e w s 2 0 1 0 1 2 0 6 5 9 2 1 3 8 h t m l 2 0 1 9年3月14日 閲覧。特殊割引回数券等の発売についてのお知らせ。名古屋鉄道。オリジナルの2012年2月27日時点における。アーカイブ。https://web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20120227125341スラッシュ https。 www.meitesu.co.jp スラッシュインホスラッシュ2011スラッシュ 1217044474HTML2019 年3月14日、閲覧。鎌凍り線回数キップ10広見線回数キップ10名古屋鉄道2019年3月14日、閲覧 AB2 見守る三鉄物語 名鉄の廃線を歩く徳田光一 JTB2001 年162ページ ISBN 978から45億3 3 3万9 2 3 2 a b に見守る三鉄物語名鉄の廃線を歩く徳田光一 JTB2001 年158ページ ISBN 978から45億3303万9 2 3 2に見守る三鉄物語名鉄の廃線を歩く徳田光一 JTB2001 年157ページ ISBN 978から45億3303万9 2 3 2 a b c に見守る三鉄物語 名鉄の配線を歩く徳田孝一 JTB2001 年161ページ ISBN 978から45億3303万9232清水武史名古屋鉄道各線総合の直通運転鉄道ピクトリアル第246巻電気車研究会1971年1月63ページ 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1022ページ。エビー西尾線及び、蒲郡線の一部で、サイクルトレインを試験的に実施、3月1日から5月31日の間、列車に自転車を持ち込むことが可能になります。名古屋鉄道、2014年10月19日閲覧。第2回名鉄二章。 ガマゴ線対策協議会の実施について、ガマゴ市、2014年10月19日閲覧。2008年4月12日付、中日新聞長官の20面、愛知県内番より、名鉄ガマゴ線の存続問題再浮上から、東日新聞、2008年4月12日、平成20年度設備投資計画鉄道事業を、中心に、総額22、 12700万円名古屋鉄道2014年10月19日閲覧林智孝、西幹線現行継続求める西を蒲氷市名鉄に支援金方針中日新聞2012年12月6日付中日新聞長官に10.21面名鉄西を蒲氷線運行継続へ東愛知新聞2020年4月1日西を 釜マ線の外境西押し、2018年11月12日、鉄道免許状下付、官報1920年12月3日、国立国会図書館デジタルコレクション、2014年10月19日、閲覧。地方鉄道運輸開始、官報1929年8月19日、国立国会図書館デジタルコレクション、2014年10月19日、閲覧。 ABCD 日本鉄道旅行地図帳追加、定補7号、東海鉄道フォーラム、地方鉄道運輸開始、官報1936年8月6日、国立国会図書館デジタルコレクション、2014年10月19日、閲覧。地方鉄道運輸開始、官報1936年11月18日、国立国会図書館デジタルコレクション。 2014年10月19日、閲覧。ABCDEFGHIJ マオケースケ、日本鉄道旅行地図帳7号、新庁舎、2008年、46ページ。ISBN978 から41億790万258。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、972ページ。 AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市の名古屋鉄道、1994年、1002ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市の名古屋鉄道、1994年、1024ページ。今尾圭介、原武氏、日本鉄道旅行歴史地図帳7号東海、全線全駅全有等列車新庁舎、2010年、51ページ。 ISBN 978から41億790万418。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、1070ページ。AAB4 月6日からダイヤ改正新造車両33両を投入し、輸送サービスを工場三河線、尾西線、寄付線区など四線区強化を中心に名古屋鉄道。 1998年2月27日。a b 福田英二、輸送と運転近年の動向。鉄道ピクトリアル第771巻。電気車研究会。2006年1月。28ページ。2001。レイルウェイトピックス名鉄鎌郡線が鎌郡駅が、高架新ホームに、鉄道ジャーナル、鉄道ジャーナル車。2001年4月 P94。徳田光一。 名古屋鉄道空港線、開業、1月29日名鉄ダイヤ改正、鉄道ピクトリアル第761巻、電気車研究会、2005年5月、117ページ。AAB ダイヤ改正を6月29日に実施、西尾、津島線の全列車が、乗車券のみでご利用いただけるようになります名古屋、鉄道、2014年10月17日閲覧。AB、 ニュースカイで行く近州の蒲郡線名古屋鉄道2009年10月8日徳田光一丸ごと名鉄ぶらり沿線の旅川で初防震車2004年53ページ ISBN978 から43億922万 4145AB 名鉄時刻表ボリューム19名古屋鉄道2003年84ページ 89ページ、291ページ、294ページ。ワンマン運転のご案内がまご折り線。ありがとうございます。